肉体を維持するためにみんな弱肉強食で生きてきたじゃない、うん、だ肉体のための、ね、栄養素 ビタミン ABC カロチンとかそういうものや何かと健康食品はできたのよ、うん、肉体のためところが心の栄養素っていうのはね今スポイルされてるのよだからみんな心の栄養失調になってるわけ、なるほどねいいこと言うな、そう心の栄養って何か文化なんですよ、うん、いい音楽、うん、いい映画、うん、つまりいい美術いい文学、うん、そういうものが全部スプレーされてもうとにかく音楽ときたらもうあの電気まみれのガチャガチャガチャしたノイズでしょ、うん、情緒障害を起こすことばっかりできてるわけ、うん、だから心がみんなあの栄養失調になったからそっちの方の栄養素心の栄養失調とはうまいことは言ったね、うん、まさにそうだね、うん、で現代はそうだと思う、うん、だから心の栄養をうんと取って肉体の栄養を取って、うん、で健康な人間が出来上がると思うのね、うんうん。